ピセラ TV HATTV ノブミキ、はい、じゃじゃーん。足の疲れ仰向けバージョンね。仰向け、さあ狙いは何筋でしょう。何筋というか何ツボでしょうです。最初足の疲れって言ったら第一人者がいるわけですよ。第一人者、うん、知ってる。第一人者、第一人者のツボ、足の疲れ、うん、一番のポイント。あ、分かった。何、あれでしょ、どのぐらい距離歩くかみたいな。まあまあ、そうそうだね、ちょっと引っ掛けて言ったね今ね。足の三里、うん、うん、足三里っていうのがこのくぼんだところからヒコットがあって、ヒコットがあって、その下でくぼんでます。まあ四寸って言われてるよね、基本的にね。3、4、1、2、3、4寸、ここにあります。ビクッとくるよね、もうね、もう感覚でもうすごい入ってます。これが第一人者です、一応ね。だってここを押したらあと3里歩けるそういう意味なのかな。 なんだって。あ、ほんそうなんだ。そう、誰だっけ、松尾芭蕉、ちょっと忘れちゃったけど。松尾芭蕉、違う、なんかあの、なんか言いそうだよね。 旅しながらさ歩いてたでしょ、山本なんて。雑記憶が大丈夫、新旧種なれんからだからそれで3里歩けるんだって。ああ、なるほど。山歩いてる時歩けばいいじゃん。3里だから1里が4キロだっけ。確かすげえ歩くじゃん12キロ歩ける、ね、山行けるよ、山、ね、行けるよで、ここは長押しがいいですよね。長押しとあと押し回しもいいです。こう聞く、うん、押し回し、うん、で、こう第一人者なわけですよ、うん、まずね。だからもうこのラインを全部やってほしいよね、お客さん全部ね、このラインは。だからさ、母子でやってるか、まあ、自然ともちろんやってるんだけど、うん、体格の反対の手でやってるんだよね。あ、右足で右手で、でも基本は今撮影なんでこっちからやってますけど、こうですね。あ、そうかそうか、基本こうです。基本はこうか、基本はこう。あー、やるやる、うん、ヤッホー、もう痛いとヤッホーになってくる、うん、痛いとヤッホー、じゃあ痛くないんだもん。痛くなくて言いたい時はヤッホーにしようと思って。あ、なるほど、うん、ヤッホーヤッホーヤッホーってなっちゃう。で、下までね、行ってあげてくださいね、うん、下まで、基本はね、やっぱ下まで行ってもらって、うん、で、ラインがあります。これね、三里のこのくぼんでるラインと、あの、頸骨の際、あー、際いいね、うん、際、両方行ってください。これ、ここ疲れるんですよ、こっちも、うん、上側、頸骨まっすぐの、この外側ね、のこの間、ここ、これ、うん、疲れるんで、ここまで行って、ちゃんと足首のここまで行ってください。でも力加減、やっぱりちょっと変えてますよね。変えてる変えてる変えてる、ね、もちろん、うん、こっちの方がソフトにしてる。そうそう、ソフトにしてる、ね、うん、ソフトというかね、こっちの方が強い筋肉なんで、うんうん、あの、あんまり感じないんだと思う。あ、強いんで。そっかそっか、うん、これね、弱い人もいるけど、ここ弱いと歩けない、おばあちゃんとかの、うんうん、そんな感じの人たちね、うんうん、日頃生活してる人とか全然見なかったですよ。一緒だよね、ここと一緒だよね、四頭筋と一緒。すね、気持ちいい、めっちゃ気持ちいいでしょ、うん、めっちゃ気持ちいい。このラインとここの三重のライン、両方こんな2000も細かくね、足つぼとかじゃないのにやってくれたらすごい嬉しい。やるやる、必ずやる、うんうん、ただなんとなくこの辺やるんじゃないんで、三重、うん、のラインをきっちり狙って毎回やってます、うん、それとこれもね、小腹がりと足の疲れにも効くし、あとね、陰陽線というツボがあります、うん、ちょっと足曲げますね。はい、はい、内くるぶし、内くるぶしからずっとまっすぐ上がって、こう止まるとこ、ここ陰陽線、うん、え、帰っちゃうの、うん、帰っちゃうの、しらこちゃん、あ、4時半終わり、はい、お疲れです。お疲れ、お疲れ様でした。もう暑いね。暑いんで、お疲れでした、はい、ここね、はい、まあ、これもラインで、あの、どうせならここの胃のラインからかかと通ってこの内側を指でも手のひらでもいいんだけど、うん、とにかくツボがここにあるってこと、うん、指結構個人的に私多分むくんでるからか、すごい指気持ち、うん、指のが、うんうん、でもう一個あります。むくみの第一人称のツボ、うん、知ってる、むくみの第一人称です。第一人称、うん、大体むくみって言ったらこのツボって書いてあることが多いです、非常に、うんうんうん、なんだろう、これここにあります、ピンピン、あ、なんだっけ、これで分かる人分かるよね、うん、忘れちゃった、忘れちゃうよね、意外と使ってないとね、うん、三陰交、あ、そうだ、そうなんです、生理痛とかね、そう、生理痛もそうだし、うん、むくみ、これは内くるぶしから、うん、これもね4寸なんですよ、だから1、2、3、4、うん、
ここにあると言われてます。おおってなりますよね、これもね、鋭くね、はい、うん、これもツボなんで長押しからちょっとゆっくり離したり、うん、体重乗せてちょっと押し回したりして、うわ、これむくみのツボ、超ピンポイント、ピンポイントだよね、うん、うわ、なんか全然生理痛結構ある時があって、うん、なんか結構そこ詰まってるわ、うわ、で私の場合、うん、この後にちゃんとあれを入れます、なごみを、なごみは両方使います。ああ、なるほど、ちょっとリズミカルに、リズミカルに下も掴んでます、下も掴んで軽く掴んでこう、うん、それとはーみたいなね、うん、確かに、うん、でも実際こっち内側もこっちはねこうやっていくけどね、うんうんうん、ちょっと今はね下の方を狙って硬い三頭筋の方ね、うんうんうん、多いね、うん、で必ず足の、あ、これいい、やります、ここです、へえ、第二関節だ、そうです、第二関節止めて、そう、膀胱のツボぐらいのところだ、そうです、うん、あの何て言うんだろう、ずらしてる、うん、指ばっかり使うとね指酷使しちゃうんで、必ずこういうふうに指を休ませる、すげえ効く、うん、休ませるポイントだよね、頭よくなりそう。こっちじゃないの、頭指の。いや、なんか子供の時さ、赤ちゃんのかかと叩くと頭よくなるとかって、本当か知らんけど、よく叩いてましたけど。本当か知らんけど。まだ結果出ないで。まだですか。結構叩いたんだけど。はい。うん、ああ、すごい。さっぱりしたよね。なんかすごい狙ったところは足三里とその三陰交のところと、うん、今かかとのところ、うん、足週末かのところだったんだけど。うん、なんかそこでポイントを抑えられてるだけで短時間での満足度がすごい高い、うん、ああそうだね、これもだから時短ってことなんだろうね、うん、結局ね、うん、やってることがね、ね、右やったから左もやってほしいでしょ。でもね、撮影的にサンディはあっち押せないんですよね、入れるんね。でもこれこそまさにさ、ちょっと置くんで携帯を、うん、まあ要するに動けない場合どうやってやるの、そっち行けない場合出張バージョンみたいな、なるほど、やりたい。普通だからこっちに行ってこう、うん、これ壁なんですよ、ここ壁なんでちょっと行けない場合、さあどうしよう、どうしようも何も全然できるよね、普通にこう、うん、なるほど。普通にこっちからできるよね、うん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 、どうにかするってことだね、そういうことだよね、うん、ちょっと見て持っててもらった方がいいかもな、うん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 、どのぐらいの角度、うん、それぐらい、うん、で、3にね、まあ、わざわざ今4寸とかやらないんですけど、もうね分かるわけですよ、もうここだっていうのが、うんうん、そうだよ、なんかさっきさ外側からいつもやってるけどって言った時に、うん、撮影する時に自然と内側からの体格の手でやったじゃないですか、うんうんうん、それがだからそっち行けない時に自然とそうやって変えてる、ね、あ、そうそうそう、自然にもう臨機応変に変えちゃうんだよね、うん、多分ね、うん、自然にやってるんだ、うん、すごい無意識、うん、でもこの前撮ったさ床施術のやつで、必ずここを狙って全部やりました後にハムストリングの叩きとアキレス腱伸ばしで終わります、はい、するともう超さっぱり、めっちゃやってますよ、やってます、うんうん、チョップチョップチョッパー、ちょっと最初恥ずかしくてあんまできなかったです。、はい、すねのこのね骨ね、これ骨、頸骨あって、うん、その際のライン、ちょっとキワキワですよ、キワキワを攻めます、うん、と、三里のライン、で、ふくらはぎが主訴だったら、ふくらはぎが主訴っているじゃないですか、たまに、うん、したらもうこの状態でね、昔やりましたね、ゆみちゃんとね、あー、懐かしの懐かしのひらめきん、はがし。どうするか、これぐらい持ってる、いきますよ、こうしますよ、ぎゅぎゅ、大胸筋入れます、私も今はね、そんなリアクションなかった理由分かってきた、皮腹筋がいるから上の方は大丈夫なわけですよ、下に来るときつくなる、ここが境目です、ちょうど真ん中なんで、これが境目です、やばい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 、それはやばいやばい、ってなるよね、うん、
あのちなみに上だと同じから、うん、うわーこれ気持ちいい、うん、でしょ、ここに来ると、うん、やばい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 っていうのがだから笑顔か皮膚筋がいなくなるから、うん、で一番下ね、こっちのが一番ね、やっぱねあれだね、うわーちょっと待ってやばいやばい足ほら足足移してこんなやつすげえ痛いやそうなんですよ、で名古屋ね叩きベタ叩かれても気持ちいいんだね。あ、そうですね、うん、よしどうでしたか、ちょっとまとめましょうか、ネクスト、はい、足の疲れまとめです、うん、軽いですか、すんごい軽い、特にやっぱ最後の剥がしやった方が、うん、あの短時間だったけど、うん、なんかやっぱスーってなった足首が、ね、足軽くなるとなんかやる気出るよね少しね、うん、うん、よかったよかった、すごい、うつ伏せの、だからまとめなんで、うつ伏せの、うん、まず正山ね、うんうんうん、受けたまわるっていう字に山、正山、皮膚筋がいなくなったところね、うん、その奥にヒラメ筋は残ってるんですけど、うん、その境がね、境から下が痛いわけですよ、うん、そこでちょっと抑えるってことを覚えてください、うんうん、まずね、正山と、あと後頸骨筋でしょ、うん、あの前頸骨筋っていうのが前側の足の3人のラインが前頸骨筋ね、うん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 、そのちょうど裏になるから後頸骨筋、うん、だから表裏一体の関係なんだけどね、甲と前が、うん、なので後頸骨筋は入れて奥に探すといますから、尺八筋と一緒です、この前尺八筋取ったっけ、あ取ってないか、勉強会がまだ待たしちゃってるけど、うん、勉強会でやったんで、うん、普通に触ると触れないんですよ尺八筋も、うんうんうん、でもある角度だと触れるというね、うん、昔すごい昔の動画で一回やった、あやった、うん、うん、そう、それが深いとこなんで、うん、後頸骨筋も深いんで、うん、そこやるとね、いろんな効果が出ます、うん、足の疲れももちろんのこと、うん、足のね、言ってたアーチとも関係がある、うん、うん、あと何だっけやったの、三里と、うん、あ、陰陵線ね、陰陵線とサインコ、サインコ、うん、これ今回覚えましょう、うん、今回ね、いいですね、うん、ね、覚えることいっぱいあるね、プロっぽいあの用語ですね、プロっぽい用語ですね、ツボ、うん、の名前ですからね、うん、うん、じゃあミキティにやってもらおうかな、うんはい、はい、じゃあよかったら高評価とコメントの方ね、よろしく、はい、お願いします、はい、ご視聴ありがとうございました、またね、またね、少しでも面白いとか役に立つと思っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。